します。のおすすめはですね、ちょっと数がもうだいぶ少なくなってきてるんですけど、あんこかきっていう干しかきなんですけれども、だいたい通常1粒200円くらいで売ってるんですけど、これが今日3つ入って450円で販売しております。もうあとこれだけになっておりますので、お早めにどうぞお願いいたします。あとは今もう寒いのでお鍋とかを食べられると思うんですけど、手作りの柚子胡椒ですね、こちらの方ございます。お一ついかがでしょうか。あとはですね、原木栽培の椎茸もご用意しておりますけど、あと残りわずかとなっております。どうぞお買い求めください。はい、ありがとうございます。拍手お願いします。そうですね、もうそれぞれ残りの数が少なくなってきておりますけど、ちょっと私気になった、まあ、レモンが、そう大きくレモンがあるよね。ちょっとレモン聞いてみようか。大きいレモンがあるとですけど、これちょっとなかなか見ないサイズですよね。あ、ちょうだい。国産のレモンってなかなか珍しいと思うんですけど、この大きさも、かなり大きいですね。結果で栽培されてるので、ハウスキッカンを作られてる生産者さんが作られてる自慢の一品です。ありがとうございます。これだけ大きいとね、中の実のね、果実の部分もすごく大きいんじゃないかなと思うので、料理とかにも使っても良さそうです。そこで切らないで、切ってくれないで、優しくて言うのがいい、朝に。怒られるよ。食べ物には厳しいけどね、私。優しく。よしよし、だったでしょ。そうです、よし。ありがとうございました。拍手お願いします。ありがとうございます。みんなも隠してる。料理全然買ってから来てるかも。出られた。やめて。ダメどたい。あともう一個ちょっと気になるとこある。いいよっていい？銀杏があると、銀杏クマもあんまちゃんと食べたことない。あるのけど、そう焼いたりするだけで大変美味しかですもんね。広瀬で食べてた、ね、野生だ。野生だって、はい、あ、行ってるサブウッドを封筒に入れていただいて、お塩と一緒に、あとレンジに入れてパンパンって言ってきたらもう大丈夫です、食べられます。皆さんご存知でした？知らないですよね。なんか茶封筒にお塩入れて、ちょっと簡単にできるね。ぜひですね、こちらも楽しんでいただきたいと思います。ちなみにこちらが値段が280円になっております。はい、ぜひ皆さんこちらの方もですね、見ていただきたいなと思います。ではくまモンレモンさんのことに戻した。いやそこにある。どうして何かこうしてなんか違う人の方が指さしてる。バレてるよ。言わんてじゃなかった。ありがとうございます。拍手お願いします。また隠した。あれ隠した。あれ